今回は数と式の79照明の進め方をやるよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう今日のテーマは照明の進め方ね照明問題結構得意だなってきた。見なくても大丈夫だただ中学に出てきた照明問題苦手だったなあるいは何言ってるか分かんないなそんな人はぜひこれを見てほしいポイントは照明はハンバーガーね 証明問題文章がずら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 と回答を見て書いてあって何がなんだかわからないって人が結構いるんだよねそんな人はこのハンバーガーの作りを参考に証明を読み解いていこうつまり証明問題ずら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 文章を書いてあるけど基本的には三層構造なの一番目に何かを言っていて二番目に結構重要なことを書いてあるそして最後に結論部分を言ってるわけねこれをまとめると うん、こうなるよ高校においては一番初めのこのパンのところここでは文章をまず式にしてるんだ文章を式にしてるのが一番初めつまり問題文を読んで式を作るのが第一ステップそして第二ステップはここは計算ねもうひたすら計算するだけでいいよ式を立ててたたらひたすらひす計算していく そして最後は計算するとずらずらずらっといって答えが出るよねこの式の答え出しっぱなしじゃダメなの証明問題においてはこの式の答えから結論に導いていけな,けばい,けないわけね式の答えから最終的には結論に導いていくとこの流れを理解した上で証明問題の答えを見ると ちょっと見え方違ってくると思うんだよねじゃあ早速証明問題一緒にこのハンバーガーの作りで読み解いていこうじゃあ例題一緒に解いていくよ n を整数とするとき次の命題を証明せよ命題は n が奇数ならば n の二乗が奇数であるこれが命題ね N が奇数ならば N の二乗が奇数であるこれを証明する問題だよまあやっぱり証明問題だとね、どっから手をつけていいかなかなかわかりにくいよねそんなときにはやっぱりハンバーガーを意識してやっていこう第一ステップハンバーガーでいうとパンの部分に当たったねつまりここ書いていくと一番初めはパン作るんだった何をするんだっけここにおいてはそう文から 式を作るのが第一ステップだったよねまずは式にしなきゃ計算次できなくなるからねじゃあどんなふうに文から式を作るのかそうすると N が奇数ならば N の2乗が奇数であるスタート地点はここ N が奇数ねこれをまず式にしちゃおうよ。N が奇数日本語で言うとさ N が奇数って分かりにくいじゃん。これを式にするとどうなる それはこうなるよ n は奇数なので式にするとこうやっておける n イコール 2k プラス1とおけるでこのとき k は整数ね n は奇数なので、n、イコールプラス1と置ける奇数の時にはこういう形で置けるんだ補足してメモしとくとみんな偶数の置き方は知って,るかな偶数っていうのは偶数だったら2の倍数だよね。2の倍数っていうことは2かける整数 k を使うと2かける k つまり 2k と。 けけるわけねで奇数というのはこの偶数の隣にある数だからこの偶数の 2k にプラス1した 2k プラス1偶数が 2k に対して奇数というのは 2k プラス1と置けるわけだから n は奇数なので n=2k プラス1と置けるこうすることで n が奇数っていうのをようやく式にできたそうすると何がいいかってここ。 示したいのはここだよね n が n の2乗が奇数である n の2乗を式にもできちゃうんだ次にやるのはこう n=2k+1 そのまま代入しようで2乗になるつまりハンバーガーでいうとこのゾーンに入ったわけね式を立てることができたわけだからあとは計算 計算して何が言えるかを導いていこう n の二乗イコール 2k プラス1の二乗計算するとこれは 4k の二乗プラス 4k プラス1ねただこれだけだと示せないよね最終的に示したいのは何ここ n の二乗が奇数であることを示したいわけ奇数であることを式で示すっていうことはこういうことだよ この形に持っていきたいわけ2かける整数プラス1の形2かける整数プラス1の形にここを持っていきたいわけだから式を変形すると2 2の2乗プラス2プララスス、ね、こうすることによって今ここ整数だよね。K、が整数だったらこの括弧の中身は整数。 つまり2かける整数プラス +1 だから、N、の2乗は奇数だって言えるわけただハンバーガーの構造でいうと計算が終わったところまで最後はこうして計算で分かったことからつまり計算の答えからもう一度分にしないといけない。計算の答えから結論を導いていこう。 最終的には結論を導いていくこういうことになるよつまりここから結論を導くと n の二乗が奇数と言いたいわけだからこうする今 k は整数なので 上の式これ2る2 k の2乗プラス 2k プラス1は奇数 k は整数なのでこの括弧の中身の部分もこれ整数になるよね2る整数プラス1の形だからこれは奇数よって n の2乗は奇数となるとこうして文章で最後言いたい結論部分を書いてようやく証明問題というのは終わりになるわけね。もう一度確認しようまずは式を作るハンバーガーでいうとこれパンの部分ね文章から式を作るそして式が立てられたらひたすら計算計算をして最後に言いたいのは結論部分。 k は整数なので2かける 2k の2乗プラス 2k プラス1ここが整数だから2かける整数プラス1は奇数よって n の2乗は奇数となるこうすることによって n の2乗が奇数ということをちゃんと言えたよねで、1個ポイントとなるのはここかな n が奇数を n イコール 2k プラス1と割と先生簡単に置いたけどいやこれ結構難しい発想だなと思う人多いと思うんだ これはね実はお決まりで奇数ならばこう偶数ならばこうあるいは5の倍数だったらこうこういう決まりがあるからそれを練習で確認しておこうじゃあ練習ね今度は次の数を整数形を用いて表せ1が偶数2が奇数整数形を用いて偶数と奇数を表していくよ。 これがねさっき先生の言ってたお決まりなの偶数という日本語を見たらある式にできる奇数という日本語を見たらある式にできる答えから書いちゃうとこういうことなんだ整数計を用いるんだったら偶数というのはこれ 2k そして奇数というのは 2k プラス1これはもう暗記して覚えておいたほうがいいね偶数は 2k 奇数は 2k プラス1でなんでこうなるのとわかんない人のためには ここの知識を確認しておこう偶数っていうのはさまあ簡単に言うとこれ2の倍数なわけだねつまりみんなが知ってる数で言うとこういうことになる2とか4とか6とか8とか10とかまあとにかく2の倍数になってるわけ。で2の倍数というぐらいだからこういう形になってるんだよね。2っていうのは

偶数っていうのは全部書き出せるわけね。で今。K. を整数とするんだから、K. っていうのは。一だとか、二だとか、三だとか、四だわけね。で、マイナスも含むから、マイナス一、マイナス二、マイナス三とかでもいいよ。マイナス一とか、マイナス二とか、マイナス三とか、マイナス四。入れてもいいんだけど。二かける整数の形で、偶数は表せるわけ。だから、二かける整数 K.。二かける K. で、偶数に。 なるんだよじゃあ奇数どうなるか奇数はこういうわけにはいかないわけね。例えばみんなが知ってる奇数でいうと1あったり3あったり5あったり7あったり9あったりするわけだけど何とかかける何とかにはしづらいよね。かかかかけけけけるるるるなんじゃこれやと。なっちゃう。そんな時には偶数をうまく使ってあげよう。奇数数と偶数しか 数数には数ないわけだよねということは偶数の隣にいつも奇数がいる。偶数数の隣にいいつも奇数がいるということはこの隣には3がいてこの隣には5がいるこの隣には7がいてこの隣には9がいる。偶数の隣にはいつも奇数がいるわけだからさっき出した 2k に1を足すと奇数。 2k に1を足すと奇数 2k に1を足すと奇数になってるわけだねだから 2k+1 プラス1と奇数は表せるの。偶数だったら2かける整数の形奇数だったら2かける整数プラス +1 の形これはもう高校ではね必須の知識だから暗記しておこう。続いて3 4見ていくよ。は5の倍数 これをを整数計を用いて表そうこれももう暗記した方がいいね。なんとかの倍数っていうのは5ののだったら合計5整数で5の倍数で倍が表せるよこれもみんなが知ってる5の倍数見ていくと5があるね10があるね15があるね20があるねとなるんだけどそれぞれ 5×15×25×35×4 と5の倍数というぐらいだから 5× なんとかの形になっててそれは。 5整数、K、を用いて表せるよそして最後に連続する3つの整数これもまあよく出るんだ連続する3つの整数って,数ってまあ具体例で考えてみると例えば123のペアもあるし456のペアもあるしあるいは100101。 でもいいよとにかく3つ連続している整数これを、K、を用いてどう表すかそれは例えばねここの部分 K とするとどうだろうか。一番初めの先頭の数を、K、とすると1個足したのが次の数で2個足したのがさらにその次の数。つまりとくとその次の数は k+1 になってその次の数は k+2 になって。 なるわけね。一個 K 軽くと k プラス1、k プラス2になる。つまりこの場合には三つの整数は k と k プラス1、k プラス2と置けるよ。で別解ね。真ん中を K 軽くと一個引いたのがこれだし、一個足したのがこっちだからこういう書き方もできる。k 引く1と K とプ K ラまあ計算が楽な方を選べばいいと思うんだけどあるものを消ととくと次のもの次のもの決まるあるものを消ととくと前のものその次のものが決まるわけね。今日のポイントをおさらいしよう証明の進め方ね照明はハンバーガーを意識して書こう。3層構造になってる。 初めにパンの部分そして肉だったり野菜だったりチーズだったり大事なものを詰め込む部分そして最後をギュッと締めるパンの部分ねイメージはこうだよ初めのパンの部分は文章から式を作っちゃおうまずは式を作るそして真ん中の部分は式をひたすら計算グーッとしていく最終的に結論を言うためにこの計算の最後の部分式の答えを結論に日本語で結びつける。こうすれば 満点の文章問題の証明解けるからね